長 の, このタッチして操作できる OS があるのに対して、まあ、ソニーが何が提供できるかっていうところで、従来のクラムシェルの形にタッチの機能を入れようとすると画面が遠いっていうことと、まあ、触ると画面ぐらついたりとかっていうところがありまして、今までのスタイルでは使う人にとってフレンドリーでは決してないっていう危機感がありましたので、新しいその本当に使いやすい形っていうのを模索して、今までのラップトップから新しいその形に進化させた。今お客さんが使ってるクラムシェルの PC の使い勝手を 100% 担保するっていうところ、人と物との距離感っていうところはすごい気にして、それをどう近づけられるか。まず今回の新しいバイオは2つのヒンジを持ってまして、1つは従来通りのヒンジ、それに加えて筐体の真ん中に1つの線がありまして、画面をその箇所で折ることによってタブレットのスタイルに変わります。なんか特別な仕掛けがあってこういう形になるんではなくて、意識しないけどこう使いたいからこう変化しますっていう、変化する形が極めてスムーズであってほしいと。そこを表現するためにデザインチームがこだわったのは、メカヒンジを入れるんではなくてさりげなくしたいと。あそこ2ミリなんですけど、2ミリの中にあのフレキシブルなものを入れて、まあ、配線も通して屈曲させても製品的に壊れない、その厚みであの剛性をちゃんと出すっていうのはすごい難しかったです。強度が欲しいんですけど、そこでさらに厚くするともう多分商品としての意味がなくなる。シンプルな形に落とし込みたいと。見た目的にこう一番すっきり見える、できるだけをこう抑えた佇まいになるように、極限まで行ってくれと、どこまで近づけるかっていうのを極限までやってくれって。自然なこう作法とか自然に体感できるものを作れるかっていうところっていうのを意識しながら作ってましたね。動き的にはすごくこうユニークなプロダクトなんですけども、使い勝手に必然性から来てる形なので、タッチ操作とかこう見せるっていう操作を考えていく上で結果的に現れた一つの線、本当に機能的な線なんですよね。誰にとっても使いやすい道具であってほしい、そこにフォーカスした時に必然的に出た形であり表現されたもの、そこが逆にアイデンティティになるんだろうなっていう、従来にはないものを提案してるっていうところで、まあ、でもそこに挑戦するっていうパワーがソニーのみんなにあったのがこの製品を作り上げられた結果だと思います。愛情を込めてそのフォームファクターを作り上げたものですので、使ってみて初めて分かる、なんかそういう一つのアイデンティティを持っていると思っています。